サメさん、リーディング対策いってみたいと思います。今日の全体像はこちら。まずは注目ポイントをお話しして、で、その後問題演習。こういう流れでいってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。サメさん、具体的にいってみたいと思います。まずは左側からご覧くださいね。二つのプロセス。これはさ、何を言ってるんですかということですが、これは皆さん生徒さんからいただく質問でですね、まあよくあるのが本文を先に読んでから選択肢行った方がいいのか、もしくは設問の指示ですね、そして選択肢、それを最初に確認してから本文に行った方がいいのか、まあ先生どっちがいいですかという質問をいただきますが、まあ効率のことを考えるとですね、後者の方がよろしいかと思います。つまり設問の方を確認してから本文ですね。ですから例えば皆さん問いの一番の設問の指示をまず確認、つまり、ファーストステップということですね。で、皆さんの中には、その後、選択肢を確認する方、いらっしゃるかと思います。つまり、第2段階ですね。で、それを確認してから本文行くのかなと思ったら、次の問いの2番の設問の指示。で、それを確認した後は、それに関する選択肢。こういう感じで、すべての設問の指示と、すべての選択肢。それを把握してから本文。ですから、段階で言うと、こんな感じですね。で、こうやって解く方、いらっしゃるんですが、まあ、もしくはこれを真似してみようという方いらっしゃると思います。ですが、設問の指示と選択肢をすべて暗記することはちょっとなかなか難しいんじゃないかなって感じがします。結局本文読み進めてもですね、あれなんだったっけって感じでもう一回選択肢を確認する。そういう感じになってしまいがちでございます。ですからこの上に書いた括弧1番は三角。まあ、あんまりおすすめはいたしません。ですからどっちかっていうと括弧2番に OK と書きましたが、ここを参考にしていただけると OK です。さあ、まずは問いの1番の設問の指示を確認。で、それを頭の中に入れてから本文を読み進める。ただ、本文をどこまで読むかはですね、これ人によってバラバラですよね。で、全体像を把握するために一気に全部読んでから選択肢に戻ってくる。まあそういう方もいらっしゃいますが、設問の指示は頭の中に入れて読み進めますので、ちょっと点点点と書きましたが、ああ、このあたりで答え出そうだなっていう判断ができますよね。で、そのタイミングで選択肢に戻ってくる。で、本文と選択肢照らし合わせて正解を出すと。で、大概それで答え出ますので、それが終わったら問いの2番の設問の指示。それを頭の中に入れていただいて、本文の後半に戻る。で、問いの2番の設問の指示に該当するところを発見したら、問いの2番の選択肢に戻ってくると。で、現実これで解けますからね。ですから、話の内容全部覚えなくても解けるようにちゃんと作られております。そして皆さん、もう一つ質問でよくあるのが、ごめんなさい、本文をこうやって読んでいくとですね、最初に書いてあった内容ちょっと忘れてしまいますという方いらっしゃいますよね。で、結論そこはあんまり気にしなくても大丈夫です。まあ、つまり忘れても大丈夫。それはなぜかというと、設問の指示が明確だからですよね。つまり、設問の指示に該当するところを探しに行く。で、それが見つかるようになっておりますので、多少話の内容を忘れてもちゃんと解けるようになってますからね。ですから、忘れることを恐れない。これがポイントですね。で、後ほどこれを実践してみますので、少々お待ちくださいね。さあ皆さん、次のステップいきますね。まあ、タイトルでスキャニングと書きましたが、これ皆さん、言おうとしてのこの設問の指示でございます。先ほど問いの一番の設問の指示を確認。で、それを頭の中に入れて、本文に突入。とお伝えしましたが、設問の指示のですね、どこを覚えるべきなのか。つまり、どこを記憶して本文に行くのか。例えば、設問の指示が短ければいいんですが、長い場合になかなかこう全部記憶はできないので、ある程度絞る必要性がございます。例えば皆さん、この問いの一番の設問の指示、ご覧いただいて、どこを記憶に残すべきだと思いますか？で、皆さん、それの明確な答えがこっちでございます。さあ、スキャニングのまずは特徴。そもそもスキャニングって何なんですかということですが、設問の指示に該当する部分を探しながら読むことですよね。で、皆さん、こうすることによって目的意識が生まれますので、結果的に速読になりますからね。つまり、設問の指示に該当しない部分はどんどん読み進めていきますので、スピードも自動的に上がってきます。で、あとは皆さん、先ほどもお伝えしました通り、設問の指示のどこを記憶すべきか、もっと言うと、どの部分を探せばいいのか、というところでも場所は分かっております。まず最優先は、こちらでございます。動詞。まあもちろん助動詞も含むんですが、その動詞から右側に注目してくださいね。ですから、こちらの設問の指示であれば、皆さんもお分かりますね。Warns you to ask Yasmin。つまり、あなたが Yasmin さんに質問をする。そこを記憶して本文に行ってください。ただ、なぜ動詞から右側が注目ポイントなんですか？ということですが、それがこちらでございます。皆さん、情報構造。まあ、人によっては、エンドフォーカス。もしくは、エンドウェイトというふうに呼んでる方もいらっしゃいます。で、これが初耳だという方。簡単に言うと、これでございます。一文の後半に重要な情報を置く。そういう傾向があるんですね。ただ、後半といっても漠然としておりますので、そこで出てくるのが、このカッコ A。動詞から右側。そうです。筆者はこの動詞から右側に重要な情報を置いてくれると。
そういう確率が極めて高いので、それを皆さんこちらのスキャニングに活用していただけると OK です。で、皆さん大体問題数からするとですね、3問中2問ぐらいですね、まあ約 65%、 それを皆さん動詞から右側に注目で OK です。ただ残りの3分の1、それが一体どうなってるかというと、皆さんこちらの説問の指示ご覧くださいね。さあ皆さん、動詞から右側を確認しようと思って説問の指示よく読むと、動詞のところが選択肢の中に組み込まれているんですね。で、皆さん、そういうパターンが3問中1問、まあ、つまり3分の1の確率で起こります。じゃあ、そういう場合はどこを見たらいいんですかということですが、結論は主語でございます。ですから、先ほどの説問の指示でいくと、皆さん、もうわかりますね。そうです。ダニエル・マッカーシーですね。ですから、ダニエル・マッカーシーさんを頭の中に入れて、それを本文へ探しに行く。で、マッカーシーさんが出てきたら、そこをしっかり読む。で、その後は選択肢と比較検討。そういう感じで読めば効率よくいけますからね。ただ皆さん、こういう印象を持ってる方いらっしゃるかと思います。皆さん、主語と言われたら主って書いてますから、なんか中心的。めちゃめちゃ重要。なんだったら動詞よりも重要じゃないか。そういう印象をお持ちの方いらっしゃるかと思います。ですが、最優先はやっぱり動詞なんですね。主はその下。で、なぜですかということですが、皆さん、主語を英語で言うと何ですかね？サブジェクトですよね。で、皆さん、サブジェクトのこのサブ。これ皆さん、下という意味でしたね。そうなんです。ですから、動詞よりもランクは下。ですから、優先順位第1位はやっぱり動詞。で、その後、第2位に主語。そういう感じで皆さん捉えていただけるとバッチリです。ですから、どこを記憶に残したらいいんですかということですが、ほぼこのカッコアートカッコビ。これで解決できますからね。皆さん、これで読むべき箇所がバッチリ決まりますので、さらに、そう効率が良くなるかと思います。で、最後はカッコウ。まあ、その他と書きましたが、まあ、これはまあ、やや出てくるぐらいです。それが前置詞の右側。で、皆さん、それは情報コードの仲間ですので、こちらにも追加しておきます。そして最後は対比になっている箇所。で、皆さん、このあたりは話を膨らませるところがちょっと後に出てきますので、具体的には少々お待ちください。ですから、今日の大きなポイントはこれ。説問の指示を読んでから本文。で、本文読んでから選択肢。この順番で言っていただきたい。で、あと皆さん、説問の指示のどこを記憶に残すのか。注目をしていただきたいのはこの2点。動詞から右側と、で、主語に当たる表現ですね。そこを最優先で、この後実践に行ってみたいと思いますので、ひとまず画面ですね。できましたらスクリーンショットをお願いいたします。では、画面を切り替えまーす。さあ皆さん、こちら前振りに当たる部分ですので、この3行だけ一読をお願いします。さあ皆さん、全体像はこんな感じでございます。まだ読まなくて大丈夫ですからね。で、皆さん、ポイントは段落分けがされていないというところでございます。では、この後、説明の指示の確認からいきますね。さあ皆さん、問いの1番でございます。で、まずは説明の指示の確認でしたね。で、どこを記憶に残すべきかと言われたら、まずは動詞から右側ということで、このあたりですよね。つまり、あなたが休みに質問をすると。で、それを頭の中に入れてから、皆さん、この第1文目から一読と。そういう流れになるかと思います。もちろんこのタイミングで選択肢はまだ見なくて大丈夫ですからね。では皆さん一読していただいて、その後選択肢、正解を出すところまでお願いします。さあ皆さん、1行目、2行目、3行目と読み進むにつれてですね、説問の指示に該当するところがまだないと。で、どこで出てくるのかなと思ってたら、ここですよね。ヤスミンさんに質問している様子が伺えます。ですから、あとはこの三角括弧で食ったところ、そこを熟読。で、熟読した後、選択肢に戻ってくればいいんですよね。ですから、この文章中、先ほどお伝えしましたが、段落分けがされていないので、どこまで読めばいいのか、まあ、ちょっと悩んでしまう方いらっしゃるかと思いますが、説問の指示に該当するところを見つけ出しましたので、この三角括弧のところで一旦止めて、で、選択肢を検討。そういう感じで言った方が効率がいいかと思います。で、皆さん読んでいただけると、Which day is convenient? まあ、いつが都合がいいのか。で、それは彼女がパーティーに来る日のことですよね。ですから皆さんもう先頭 Which day? どの日ですか?いつですか?って言ってる段階で選択肢の2番ですよね。もちろんフェンの右側読んでいただいてもバッチリ。いつパーティーに参加できるのか。本文と合致しますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。まずは、説問の指示ですね。一読していただいて、記憶に残すべき部分ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。
となってくると皆さん動詞から右側ということですので、このあたりですよね。つまり招待したい。ですからその招待したいという内容がどこにあるのか、それを探しながら残りの文章ですね、一読していただいた後、そして選択肢、正解を見つけ出すところまでお願いします。ということで皆さん、 invite、 これですよね。説明の指示と合致するところが見つかりました。ですから最大のヒントはこの他の生徒さんで、もちろんこの文章は英語部のメンバーに向けての文章でございますので、英語部ではない生徒さん、英語部に所属していない生徒さんのことですよね。もちろんもう少し具体的に言うと、次の文章中でもよろしいかと思います。テニスやってる生徒さんですね。ですから選択肢の1番を飛ばして2番、 All the members、 すべてのメンバーではないですよね。そして選択肢の3番はこの文末、先生ではないですね。で、選択肢の4番は留学の生徒さんでもございません。ですからあくまでもテニスをやってる生徒さん、英語部以外の生徒さんなんですから、英語部に所属していない生徒、1番が正解ということでよろしいかと思います。ですから今日のポイントは、設問の指示、どこを頭に残すべきなのか、その優先順位第1位が動詞から右側ですから、そこを意識して読み進めていただきますと、正解の根拠、該当箇所が素早く見つけ出すことができるかと思います。しかも確実にですよね。ですからスピードも上がるだけでなく、確実性も増す。それが引いては高得点につながりますからね。ではまとめにいきますね。すみさん、お疲れ様でございました。先ほどお話ししたこういう内容ですね、これは実際の問題で体感していただきました。もちろんこれを元に次回も行くんですが、まだお伝えしなければいけない情報がございますので、次回もご覧くださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。